はい、どうも皆さん、ボスペです。まあね、前回まあこのフィルムを作って、まあ代表的な建築物ですね。まあちょっと中途半端に終わっちゃったんですけど、まあもうどこからやりも葬式やっちゃったんでね。まあこのね、どうですか、まあこのアカシアの木のね、まあ華やかな色を使うことによってね、まあ結構豪華なね葬式になったんじゃないかなと。なんて言うんですかね、これバロック建築っていうんですか。うん、まあそういう感じでね。はい、まあね、今回は、村長の家っていうんですかね、なんとも言えないんですけど、農場と一体になった村長の家を作りたいんですよ。まあ、そんでですね、まあ今回、どっちを先に作ろうか迷ったんですけど、農場か家の部分か。ただ一発じゃできないんで、まあできたらやりますけど。ちょっとね、馬が欲しいんですよ。どこ以外でね、まあ、釣りでサラルとかも取ってきたんでね。だからもう先にね、牧場と、まあ、畑から農場を作っちゃって、それでもう、馬をさっさと連れてこようと。まあ、そういう感じでね、今回は、農場を作っていきたいと思います。はぁ、終わった。いやもうね、成長のためにね、置いたブロックを削るためにだけに20分ぐらいかけるって。でも次からマジ作るときはもう絶対もっと考えておこう。もうね、闇雲にね、設置するだけではいけないよ。ちゃんと葬式のことを考えてやらないとね、いけないってことを今回学びましたね。でも、まあ、農場と村長の家の比率はどうしましょうかね。比率っていうか、まあ、こっち側に村長の家を作っても、あっち側に農場を作ろうと思ってるんですけど、そうですね。まあ、この辺が村長の家だとして、村長の家どんぐらいかな。いや、イメージとしては、イメージというか、まあ、左手で結構でかいやつっていうの。2階建てじゃなくて左手がいいんですよ、村長の家は。42×26 ブロック。そうですね、まあ、村長の家は、大体ですね、まあ、左手で、ね、このアパートぐらいのデカさではいいと思うんですよ、左手で。どうなんで僕はこれは。19×14。まあ、きれいところにして 20×15 で行きましょうかね、村長の家。20×15。まあ。そうですね、だからここは26ブロックだから。26ってでかいね、やっぱり。まあ、ここにちょっと庭みたいなの作りましょうか。もうそれこそね、もう家というより、あれこれ、村長の家と農場はくっつけない方がいいのか、もしかしたら。どうしようかな、これ。いや、まあ、でかい庭みたいな感じで。まあ、でかい庭でいいや、ここは普通に。いや、公園、まあ、村長の家の庭兼公園みたいな感じにしましょう。だから、あえてこういう柵は作らない。よし。まあ、この辺を公園として整備して、まあ、そんで、まあ、こういう柵をやって、で、ここに村長の家を、まあ、横長なか、こっち方向に長い感じで、平屋手の建てると、そんな感じで行きましょう。はい、まあ、イメージ的にはね、まあ、ここに、今、土を置いてるところに、白子の壁を、まあ、この線ですね。白川の柵を置いていこうと思います。まあ、この辺はあたりでいいですね。いや、まあ、次のパートで。まあ、だから牧場の部分、この敷地なので、ちょっと表に小さいな。大丈夫か、こんだけの敷地。いや、まあ大丈夫だ、さすがに。さすがに大丈夫。ですね、どっちを、まあこっちだかを畑にしましょうかね。で、どこにな、入り口をね、作るかなんだよね。まあこっち側の真ん中と、今、まあ、ここはいいか。いや、どうだろう。っていう、ただ、村長の牧場だから、こっち側に入り口作っても意味ないんだよな。
あでも一般開放してってね、感じでもいい気がするんだよね。やっぱりまあ、その村長の庭みたいなところも、まあ公園的な感じなわけですし、村の施設と一体化して村長の家みたいな。まあね、小規模なね、まあ一応近代的な村っていう感じじゃないので、ここは。まあだからこそできる世界観ですよ。まあ、そういうところをね、前面に出していきたい。よし、まあ昨年、牧場、農場の建設予定で囲ったので、まずは畑から作っていきますかね。まあこちら側に畑を作りましょう。そんでこちら側に牧場って感じでね。かぼちゃ、じゃがいも、人参、小麦を育てると思うんですけど、まあ今回は豊作だけですね。で、かぼちゃ自体見当たらないので、まあとりあえずもう豊作だけ済ませちゃおうってことで、いきましょうか。水何もする前に届くんだったっけ。セーターだな。確かに5だと思うんで、まあ5でいきましょう。12345。いやーこれ土をね、置く作業もなかなか地味にめんどくさそうですね。耕すぞ、農耕だ、農耕時代の突入だ。いやでもまあ本当にそうなんですよね。5発じゃなかったっけ？4だっけ？水の届く範囲って。5じゃなくて4。マジかよ、めんどくせえな。行きます、津田さんとかんちゃん。やっぱりだ。やっぱり端っこやれば、どんどん、よし、無水流ができていくと。まあ、修正は結構すぐできそうですね。よし、耕し終わった。まあ、あとは植えれるもん植えるんだけど、どうなるかな。何植えようかな、とりあえず。まあ、2マスずつ、小麦、人参、じゃがいも、あ、でも2マスずつだといけないか。あ、そうですね。やっぱり食料として一番使えるのが人参なので、小麦、いやまあどうしようかな。じゃがいもは焼くの面倒いから2マスにして、小麦3マス、人参3マス、じゃがいも2マス、これでいこう。怖い怖い、毒素怖い。どうしようか。でもな、気味悪いんだよな、ちゃんと畑ごという水のところでいい感じ。水をまたいで、同じ畑で、そちらからちょっと切りはないので、そうですね。人参、小麦、じゃがいもでいきましょう。やっぱり人参が食料として一番使えるので。人参を、小麦の種もどうぞ。じゃがいも、ちょっちょんのちょっちょん。よし。まあ、とりあえず、まあ、今はこれでいいでしょう。まあ、あとはじゃがいもが増えてきたらここを植えて、かぼちゃをね、ここにも植えたいんで。次はかぼちゃないんですけど、まあ、ここも上げといて。まあ、それ、ここが牧場建設予定地ですね。牧場ね。お前、ロメットってよっかな。やだですね。牧場にしろ、まず村長の家にしろ、松の木をね、大量に使いたいんですよ。でも、なんならもう使う木材全部松ぐらいの勢いなんですけど、まあね、そのためにね、松の原木を12スタック集めてきたんで、大量ってことは絶対ないんで。ああ、もう、ふんだんにね、贅沢にね、無駄に作ってきた。無駄って違うんだけど。よし、土敷き終わりましたね。まあ、ここは通路で、まあ、ここの部分が、まあ、牧場つってるところなんで、まあ、そんで飼育する動物なんですけど、牛、羊、豚、鶏、馬にしようと思ってるんですよ。いや、ウサギはね、飛び越えるから柵。そのためだけにね、高い柵を設置するのどうなんだって思うのよね。まあ、そこは、しょうがないとして。まあ、早速ですね、立てていきましょうかね。まあ、今、凝ったところが、この牧場の、作るところなので、
毎日と、うん、狭こう建物建ててきますかね。柱をね、まあ四隅に建てるっていうね、まあいつもと変わらない書を使いながら壁を高くしていく。まあ、まあ基礎の部分はこんな感じですね。まあ、中は草なので、まあ、これ以上変えなくていいんですけど、別に。まあ、この真ん中にね、通路を掘っていきます、ね。あ、そうだ。この砂利の道も、あの草道にしたいので、あの、この道にしたいので、まあ、そこもちゃんとやらないと。まあ、それあたりでいいですかね。次は、そうですね。まあ、窓の代わりのフェンスをつけていきますか。どうしやで作っていきますか。まあ、まずはね、まずはまあここに、だってフェイスじゃないんで、フェイスゲートなので。おい、よしよし、これこれ、よし、これでいきましょう。あー、そこの上にハーフロック置いて、まあ、そのまま階段の上をずーって、まあ、伸ばしていって、そんで反対側を似て、同じことやれば、おー、建物は完成ですね、牧場。あ、で、農場で、まあ、建物とかが完成したので、まあ、見ていきましょうかね。はい。いや、まあね、いやね、ほんとにね、俺がね、作りたかったですよ、これ。こういう感じだよ、この雰囲気だよ。もうね、畑があって、ね、その奥にね、まあ、牧場みたいなね、そういう、なんか、うん、まあ、そういうのがあるっていう。いや、このね、どうぞ、もうこの松の木を使うことでね、まあ、その最新じゃないね、ちょっと、まあ、趣があるというか、そういう感じのね、俺出してたので、いやー、まあ自分としては満足ですね。でですね、あとまあまだちょっと細かいとこあったり、まあ全然畑埋まってないんで、まあそれはどこかやったり、まあ、別のポートでまたやろうと思いますけど、あとまあ動物いないんですけどね、まだ。いやー、めんどくさいな、連れてくるの。あ、まあでも馬だけやっていきましょう。いやー、もうせっかくね、いや、もうせっかくね、サラトリ入れたんだからね、馬は早く欲しい。まあ、他の動物はどこかがやっとくんで、馬だけ手に入れてくる。はい、ちょっとノバですね。マップの始まりって見つかなかったら諦めました。本当にいないんだって、ノバ。なに、ノバがいないバグでも起きとんの？だって、起きてるよ、これ、ノバがいないバグ、絶対。え、まあね。まあ、こうね、せっかく馬を手に入れたんでね。まあ、防具に剣にね、馬というね、まあ、武将的なね、格好でね。はい、今回は、ごめん。では、また、この